Thank you.
よく来たね。紹介するよ。こっちは俺の相棒で、メイキンソー。よろしくな。ところで、ラピュタが羽化するとか言ってたね。ああ、羽化には5つの鉱石が必要なんだよ。5つの鉱石？ラピスラズ、生態系の種、高級シンセスタ、飛行石、それから低級シンセスタ。俺たち、この5つの鉱石を全部集めて、羽化の兆しのある場所へ運ぼうとしてたんだ。そこに、タカツングの奴らが邪魔しに来たんだ。奴ら、鉱石を奪い取って、巨大なメゲゾウを出現させて、オイラたち魔法使いの力を封じ込めようと企んでるんだ。しまった！進出したか？時空の溝が生まれるぞ！四つの鉱石は、イバラード中に飛び散った。残りの一つ、低級シンセスタは時空の溝を通って君の世界に紛れ込んでしまった。ラピュタが羽化すれば同じように時空が歪んで溝ができる。そうすりゃ君も元の世界に帰れると思うんだけど。なあ、あんたが鉱石を探してくれないか。こっちも手が足りなくて困っていたところなんだ。その鉱石がどこに落ちたのか分かってる？ニーニャが知っているはずだ。すぐ隣の町にニーニャの店があるから行ってみなよ。あの時一緒にいた女の人かい？オイラのエアシップを貸してあげるよ。年代物だけど性能はいいんだ。すぐエネルギーがなくなっちまうけどな。ありがとう。じゃあ行ってくるよ。